トップ YouTuber のはじめしゃちょーとひかるさんを占いました。皆様こんにちは。幸運を呼ぶチャンネル、チャンネル 4U の空です。いつもこのチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日は YouTuber でもトップ YouTuber のはじめしゃちょーさん、江田はじめさんとひかるさんの前田啓太さんをお二人を占いたいと思います。それではまずはじめしゃちょーの方からいきたいと思います。名字の方が12画で、12画というのは大凶になるんですけれども、これはヤシンガーだとなる強運という感じなんですけれども、まあでもこれは先祖運になりますのであまり関係ないとは思います。で次に5と4で本格に行きますね。本格というのは本人の性格的なもの、中心的なものになるんですが、薄弱運といって、まあ、孤独や短命とかいうのがあるんですが、家族の縁が薄いとかいうのもあったりはするんですが、まあ、他の画数でカバーができる場合もありますね。それでまた他を見ていきたいと思いますが、幼少期が五角ですね。この五角というのは大吉で、和合で福六十みたいな、とてもこう円満な画数になっております。で、人ととても、仲良くなれるんですがまた離れたりという感じで、そのような画数になっています。まあ、故郷を離れた方が成功するという画数でもありますね、五角というのですね。それであと職業運と、晩年運の総格というのが16画になっています。16画というのはとても人気があるという、まあ、容姿端麗で人気があるという画数になっています。これはもう自力でもうコツコツと、積み重ねていってもう最終的には大成するという画数になっています。やはりすごい努力をされる方だということですね。それから家庭運が9画ですので、やはり家庭運が少しこう悪いんですけれども、でも他の画数がいい場合は、稀にですね、稀にっていうのかな、はい、稀にその成功者が出ることもあるという画数でもあります。で外の画数が8画で、8画というのは、努力して夢を現実にさせるという大吉数ではあるんですが、人脈が豊富でとてもこう存在感があるというところで、まあ、人からとてもこう重宝されて人からいい人が寄ってくるという画数になりますね、8画がですね。で、四柱推命で占いましたら、5行で9が水、8が金で、16画が土なんですが、中年期は、この水と金の真ん中の本格の方で見ますと外ですね。で本人が水で外が金ですね。金と水はとても相性で、金を磨くのが水ですね。水で金を磨いていくというような関係になります。だからこっちのはじめしゃちょーさんが外の人たちをこうきれいに磨いていくという役割を果たすというような感じですね。そして、晩年の方は16画の土なんですが、土から金が生まれます。それで、やはりこの金にとって、外の人にとってはこの、はじめしゃちょーの方がしっかりと援助をしていって包んであげるというような関係になりますね。とても優しい方だということですね。はい、そういう意味ではとても素敵な方だと思っております。それからひかるさんこと前田啓太さんですね。こちらを占いたいと思います。で前田家は14画、14画っていうのはこう摩擦運みたいな感じで、友達や家族との縁衝突も多いけれども、その代わりになんか精神的にちょっと弱いものがあって、自分がこう言いたいと思ってもなかなかこう言えないので、その辺でこう気を注意をしてしまって精神的に鬱になるとかですね、例えばそのような形になることも、ございます。また14画の特徴としては、
時事的なものにとても長けているので、政治的なものとか社会的なものに長けてあるので、そういう意味では政治家に向いている画数が14画となります。で、本画が11画ですね。11っていうのはとてもいい画数で、とってもいろんなこう発想力もあって、着実に成功に向かっていって、リーダー運なんですが、ちょっとわがままワンマンなリーダーと言ったらいいんですかね。もうとにかく自分が突っ走っていかれるので、ついていくのは大変でしょうけれども、でも最終的にはしっかりと成功されます。ケータさんが10画になりますので、この10画っていうのは、周りとの縁が薄くなっていくとかですね、そのような画数ですね。あと、例えば病気がちだったりとかですね、その辺のところになるんですが、これ幼少期ですのであんまり関係ないかもしれません。で、あと仕事運が21画で、とっても頭が良くて聡明で知恵が働く人でございます。そしてこの方の晩年運が24画は大吉で、これ財運ですが、財運でということは、人と物が寄ってくる、それについてくるという画数ですね。もう本当に最大吉数になります。そして15画もこれまたラッキー運ですね。最大吉数で、これとこれを2つ持ってたらもう最強だと思いますね。15と24はですね、だからそれと13画の外からの縁が大吉になるんですけど、この13画っていうのもとてもこうきめ細やかで、そういう方たちがたくさん周りにいらっしゃるので、とても助かるという画数になりますね。この13というのも大吉ですので、とてもいい画数です。で、あと四柱推命で占いますと、11の本格が木、外の13画が火、晩年が24画の火になります。それで木と火でしたら、外の火が木を燃やしてくれるという関係で、外からしっかりと燃やしてくれますので、その辺では助かるかなという画数ですね。あと晩年は同じ火と火ですので、一緒に燃えていきましょうという関係ですね。はい、だからとてもこのお二人は悪い画数も多少はございますけれども、それを、制覇しながら、いい画数がすごく伸びていっていると思ったらいいと思いますね。だから特に最強の画数、16だったり8だったり、それ15、24、21もいいです。11、13とても強い画数を持ってらっしゃるので、やはりそういう点ではとても成功される画数だと思います。以上、大体このような形でお二人を占ってまいりました。もうこのように言っても、ご本人が一番、きめ細やかなところはご本人が一番こう分かることでありますので、私たち見ていると、いいところしか見えないという部分は確かにございますけれども、やはりそこに気苦労があったり、家族の問題があったり、多少そのようなことは、あるのではないかなとは思っております。でもいい画数がたくさんあれば、その画数がとてもこう、影響してきますので、そこから引っ張られていくことができます。それでやはり本当にいい画数を持つことは大事なことだと思っております。本当にそれによってカバーができますので、ぜひこのようないい画数を、もし赤ちゃんとかいらっしゃるようでしたら、その方にお付きいただければというふうに思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思いますが、あなたに素敵な日々がたくさん訪れますようにと心からご祈念申し上げます。それからこのチャンネルが気に入られたと思われた方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。それでは幸運を呼ぶチャンネル、チャンネル4Uの空でした。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。